男女2人が横断歩道を渡ろうとした次の瞬間、黒の SUV が2人を跳ね飛ばし、さらに倒れた女性に乗り上げました。慌てて降りてきた運転手らは、女性が下敷きになっていることに気づきます。周りの市民も駆けつけ、女性は車の下から助け出されました。事故が起きたのは、中国南部の広西チワン族自治区です。その後、女性は病院に搬送されましたが、胸の骨を折る重傷です。運転していた男は警察の調べに対し、カーナビの調整をしていて歩行者に気がつかなかったと話しているということです。